皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。私たちはただ信仰によって救われました。御子イエスキリストの十字架を信じる信仰によってです。すべてのクリスチャンがそうなのです。私はイエスキリストを信じていませんがクリスチャンですと言える人はいないでしょう。今日は8月7日、聖書箇所はエペソ人への手紙4章1節から6節。タイトルは唯一の神に従うので私たちは一つです。私たちキリスト者には一つであること、一致することがあります。そして違っても良いこともあるでしょう。一つである点について今日御言葉から学んでまいりましょう。エペソ人への手紙4章1節から6節。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。クレーマーの提言というのを聞いたことがあるでしょうか。クレーマーというと、文句を言う人という意味ではなく、実在された人物名です。信徒の神学、宣教の神学という著書を表したオランダのヘンドリー・クレイマーという博士がおられました。日本に来られて日本のキリスト教会の現状を視察した際に涙をもって語ってくださったことが1961年の日本キリスト教団宣教研究所発行の革新される教会というところの中に記されています。少し引用しましょう。せいぜい20から30万人しかいない日本のプロテスタントのキリスト者が小綺麗に分裂したままそれぞれの分派活動に専心している一方、宣教師たちが外国からの資金でせっせと別な教会をこしらえている。この図式はまさに奇妙奇てれつと言わざるを得ない。いや、愚の骨頂ではないか。またこんなふうにも記されています。諸君の教会はかつて西洋の宣教師から与えられた固定概念や型にあまりに固執しすぎている。しかもこのような過去のイメージを諸君は聖なるもの、犯すべからずべからざるもの、変更など全く思いもよらないものと考えている。皆さん何を感じますか？その通り、20から30万人しか礼拝を忠実に捧げる生きたクリスチャンは今でもそれほどです。教会数は8000教会ほどになりました。その平均、ね、礼拝出席者数は30名ほどです。
そのようなキリスト教会に一体いくつの教派や教団があり、それぞれがそれぞれの宣教師がもたらした伝統と慣習に縛られて互いに受け入れ合えないでいると思いますか。世界ではそのような宣教師たちがすでに教派教団を超えて一つとなって宣教の働きを進めています。日本国内においても複数の教派の宣教師たちが協力宣教をして教会を生み出しています。にもかかわらず、いまだにかつての宣教師たちの枠組みに固執し続けている日本のキリスト教会とは一体何を目的にキリスト教会が存在しているのかということを考えさせられるのです。一つになれない要因として考えられることは、違いばかりを見ているからではないでしょうか。確かに伝統や慣習は違うものでしょう。しかしパウロは何を見ているでしょうか。パウロが見ているものは何が一つだろうかということです。4節、体は一つ、御霊は一つ、あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。5節、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。そして6節の終わり、父なる神は一つです。こんなにもたくさん一つである事柄が挙げられているではありませんか。しかも一つであるところはとても重要なところばかりではありませんか。父なる神、主なる神、御霊なる神、私たちはこの同じ神を皆信じているのではありませんか。その信仰に違いがあるでしょうか。ですから信仰も一つです。こうして父子聖霊なる神を信じる私たちは一つの体であると例えられています。しかも一つの体とは教会のことを指して語られているのです。しかもあなたの教会も私の教会も一つの体です。違いはあります。なぜなら互いに必要とされている別々の機関となっているからです。しかし違う機関だからといって違う体、違う教会なのではなく一つの体である教会なのです。本当に素晴らしいことではありませんか。とても重要なところで一つとなっているにもかかわらず、些細な違いであなたと私の教会とは違う教会です、違う教団です、違う教派ですと主張し合っているのではないでしょうか。今台湾のキリスト教会が熱いと言われます。セルチャーチムーブメントから全ての教会がセルチャーチを形成していると言われています。そして互いの教会のことをこう呼び合います。あなたの教会は私の教会、私の教会はあなたの教会。あらゆる壁が取り除かれたのです。いつになったらこの日本にそんな日が来るのでしょうか。一つになろうなどと呼びかける必要はもうありません。そうではなく一つであると宣言することが御言葉の通りに存在する私たちであり、キリストの体である教会ではないでしょうか。2節から3節、謙遜と乳和の限りを尽くし
寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。一つであるために、それを保つためには熱心というエネルギーが必要でもあります。その熱心は謙遜と柔和、寛容と愛、そして平和という態度を表し保つエネルギーです。どうかあなたが吸収合併することに熱心になるのではなく、謙遜と柔和、寛容と愛、そして平和に熱心でありますように。お祈りしましょう。私たちすべてのただ一つなる神様、どうか同じあなたを信じる者たちが一つの信仰によって一つであると宣言できるようにしてください。互いの違いは一つの体のそれぞれが器官であるかのように認め合い、支え合うことができますように。そうしてますます一つの体を体験できますように。唯一の救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。